そもそもあれほどの接触がありながら未だ恋もできないヤモリ君が吸血鬼になれるとは私は思えないな。そんなことはな。もしかして君、恋愛感情そのものが欠落してるんじゃないか。そしたら困ったね。 100% 吸血鬼になれないね。しかしそれならよかった。私がわざわざ説得する必要はなくなったわけだ。でもあれ、一つ問題ができたね。吸血鬼の存在を知っている君は吸血鬼にとって危険な人間だ。同時に君という異物を連れてきた七草ナズナとかいう吸血鬼も安全ではないんじゃないかな。二人とも殺されちゃうかもしれないよね。それは嫌だ。じゃあ今決めろ。人として生きるか、吸血鬼になって私に殺されるか、今決めるんだ。探偵さんは本当に吸血鬼を殺せるんですか？見ていただろ。方法は教えられないが、君の返答次第だ。君がきっちり人の道を生きるというのなら、私は何でもする。それだけの覚悟を持ってる。でも、俺は吸血鬼たちに殺されるんじゃ。安心したまえ。吸血鬼はみんな、私が殺すから。